たですが、ライトの前どうかな、突っ込んできてヒットになった。鈴木大地は3秒バットホームに帰ってくる。石原にタイムリーが出ました。1対1同点に追いつきました。この回宮城投手からヒット3本を詰めて1点を取りました。同点に追いついたイーグルスです。今この石原選手のあたりでセカンドランナー鈴木選手の判断良かったですね。素晴らしかったんですよね。低め外れてフォアボールです。押し出しになります。三塁ランナー村林帰ってイーグルス1点リードに変わりました。鈍い当たりはショートへのゴロになった。二塁アウト。一塁はあっと送球が逸れた。その間にランナー帰ってきました。3対1になりました。イーグルスリードを広げます。初球引っ張ってセカンド取ってホームは投げません。一塁アウトを取ります。この間に三塁ランナー村林帰ってきまして1点追加、4対1になりました。茂木の内野ゴロの間、セカンドゴロの間に1点を追加しました。7対1になりました。